こんにちは。今日は12日間のベトナム旅最終日帰国編です。ベトナム行こうって決めたのが遅かったので、あまり安い便がなく、まだ比較的安いってことで広州乗り換え中国南方航空です。8時15分発なので2時間前6時にはノーバイ空港にはいたいと思って、5時にホテル出発です。もしかしたらグラブラと捕まらないかもと、事前に空港送迎サービスを予約しておくべきかと思ったんですが、長くいたので早朝でも結構グラブのタクシーいたので頼みませんでした。早朝でもすぐ捕まりました。はい、ノーバイ空港到着。ハノイ市内から空港まで1時間くらいかかるのですが、道が空いていて飛ばしていたので30分で着いちゃいました。ダナン行くとき空港着いてからの連絡もない延滞があったので、まずはチェックです。あります、帝国出発です。帰りは預け荷物を頼んでおいたので、まずは荷物を預けましょう。昨日泊まったホテルは中の上ぐらいのレベルのホテルだったのですが、すっごく良かったです。今回泊まったホテルで一番でした。早朝出発で昼食食べられないとチェックインの時言うとお弁当を作ってくれました。はい、無事チェックイン済みました。早速朝ごはんいただいちゃいます。朝早いので特に店もそんなにないので、さっさと搭乗ゲート向かいますよ。早朝でも結構人が多いんですよね。さっきもお弁当を食べるとき座るところがなくて、狭いところでサクッと食べて、そんなことで時間がかかりました。やっと入れ、いつもの LCC みたいに搭乗ゲートは遠くなくてよかった。結構早めに来たけどそんなに余裕ありませんでした。ここは不思議にいくつかまとめて入り口が一つのようです。合ってるよね、書いてるし合ってるはずとドキドキしながら通ってきました。航空券の確認が済むと下に降りていきます。入り口からゲートは近いと思ったけど、やはりバス移動でした。そこのすぐ近くに止まっている飛行機ではなかったのね。ここでも航空券のチェック。通りで搭乗開始が思ったより早いな、あんまり時間ないなと思ったんですよね。早く空港着いていてよかった。お、空いてる。こういうゲートから飛行機の移動のバスで座れたことはめったにない、ラッキー。よくわからないけどあまり人を乗せずに動き始めました。いつもだいたい満車にするのに大丈夫かなと思いながら出発です。広州の白雲国際空港1回乗り継ぎ羽田空港行きです。成田より羽田の方が便利なので安いしいいねと思ってこちらを選びました。広州までなので乗車時間は1時間半です。もしかしたら小さい飛行機でちょっとしか乗らないのかな。ゲートは近かったけど飛行機は遠い。ノイバイ空港のどこを通ってるのかわからないけど、空港自体建物はそれほど広くはないと思いますが、やはり広いんですね。時々バス移動長いなって思うこともありますが、今回ダントツ長い気がします。こりゃ飛行機ちゃんと乗るまで時間かかるわ。空港ツアーみたいでいろんな飛行機間近で見れて面白いけど、一体どこまで行くんだろうとドキドキしました。結局空港隅っこまで連れてこられました。やっとこそ乗車です。飛行機の中はごくごく普通。今回は真ん中の席。足元は狭くもなく広くもなくです。なぜか朝ごはんが出てきました。もう食べたからお腹いっぱいなんだけど、ハムにチーズ挟んで普通のサンドイッチでした。1時間半なのであっという間に到着。トランジェットが3時間半あります。白雲国際空港で昼食と免税店も見ようかなと思っています。ここの空港初上陸です。中国はお隣ですが台湾ぐらいしか行ったことないんですよね。中国広いんでここの地域自体が初めて。何があるんだろう。次の便なんないと思いましたが違うようです。急ぎのトランジェットの人たちがいるようですね。ちょっと長いトランジェット、何しようかな。中国料理って言っても地域で全然違うと言いますもんね。広州は広東省にあるから広東料理？なんだか中国っぽい。給水場があり、トイレがあります。広東省はどんなトイレ事情か見に行きましょう。ふらっと近くのトイレに入ろうとしたら、やばい、これは無理だと他を見ると、よかった、普通っぽいのがありました。昨日はやばいでしたね。すんごいちっちゃかった。
トランジットなら入国はしないんですが、そんなのがあります。どんどん進みます。次は人がいるところでまたパスポートチェック、次は保安検査、並びます。ここが一番時間かかりました。これでやっと乗り継ぎエリアに行けます。1時間しか乗り継ぎ時間ないって方だと焦りますね。はい、お店とかあるところに着きました。大きな空港ですね。お買い物は後にして先に昼ご飯にしましょう。本場の広東料理はどうかしら。あの辺りがレストランのようです。さっきの辺りに3軒ほど中華系レストランがありましたが、あの辺りだけっぽいです。戻ってきて比較的入りやすそうなここにします。店内はカジュアルです。中国らしい中国ビールで、日本でも比較的よく見ますね。ジンタオビールです。タイ、今時珍しい蓋が取れるタイプの缶です。ちっちゃい時以来かも。お、取れた。ではでは、いただきます。あまり冷えてない。旅行中の暴飲暴食で比較的軽めなものを選びました。麺系にします。ラーメンと思ったらうどん。どれどれ、本場は美味しいのかしら。麺がほぐれてない、ほぐれてないか、うまく取れない。いただきます。まあもんか。広東料理はこんなものなのかな。はっきり言ってまずかったです。免税店でブラッとします。うどんの方は茹ですぎうどん、ラーメンの方は粉っぽくてとにかく美味しくない、ビールもグラス出ないし、提供される時机にめんどくさそうにドン。びっくりした。空港に店舗があるくらいだから、この辺りの大きなお店や人気店なはずなんでしょうけど、店員さんの対応はこの辺りの文化として。味は広東料理の本場はこんなもん。広東料理と調べると、フカヒレスープ、シューマイ、チャーシューとあります。日本で食べるそれらは全部好きなんだけど、それを頼まず麺にしたからかな。でも日本で食べる広東麺も好きです。日本で食べるのは日本人向けにしてるからかな。あれが本場の一般的なお店の味だということですかね。この地域に旅行は厳しいなと思ってしまう味でした。後で調べると、お店の名前の製粉とは生ビーフンということで、うどんと思ったのは生ビーフンのようです。店の名前になってるくらいだから売りなんでしょうけど、広東ではメジャーな食べ物らしいです。きっとああいうものなんでしょうね。でもラーメンはラーメン、日本のラーメンの方がよっぽど安くて美味しい。ラーメン話に花が咲きましたが、免税をさっきからくるくる回ってます。免税といえば高級ブランドや高級ウイスキーとかですよね。売り場はかなり広いです。いろいろな国のブランド品が置いてますが、やはり中国系の商品が4分の1ぐらいあります。欧州の単位は元になります。売ってる値段を日本円に直すとそれほど安くはない。まあ物価自体が日本よりやや安いか変わらないです。さっきのラーメンも日本円になると1200円、あの味では高い。そんなわけで物価的にお得ではなく、全体的に税金分お得かもって程度です。新作や限定品、あまりセールとかしてないものはお得はお得なのかな。化粧品はあまり興味ないのでわからないけど、お菓子とか日本でセールの時とかに買った方が安いですね。あなたが好きなブランドとかありましたか。白雲国際空港で買うとこんな感じの値段です。入国してないけど、こっちのお菓子とか買うと行った気分にちょこっとなりますね。中国だからパンダ、上野のパンダも中国に帰っちゃったもんね。この辺りはお土産コーナーですね。空港でお土産買うと買い、ちゃんと行った方はここで買うともったいない。まあ飲み物ぐらいはいいか。この空港免税店とかこのようなショップはすごい広さあるんですけど、飲食店は少ないんですよね。お茶するようなカフェも見当たらないし、どこの国行ってもマックやケンタッキーとか全国チェーンはあるんですが、トランジェット3時間だからそれでもいいけど、長いと過酷。こんなことをしていると搭乗時間近づいてきました。次の便も定刻通りに出発です。あの飛行機かな。
次の飛行機も中国南方航空です。日は少し長く4時間20分の乗車です。中国南方航空は中国アジア地域では最大規模の航空会社です。なので中国を代表する航空会社、日本の JAL とかと同じレベルってことですね。という意味では帝国をちゃんと守るし、ちゃんとした感じがします。私は今回預け荷物があったので最初からオンラインチェックインするつもりはなかったのですが、基本的にはできないようです。ノイバイの時もですが、搭乗スムーズなんですよね。あまり大行列にならない。 LCC に多いですが、大行列でなかなか進まない時もあります。あまり苦にならず順番になるって感じです。またもや階段降りるからバスカーッとドキドキしましたが、今回はそのまま飛行機のようです。いやー、これだと楽ですね。中国最大規模の空港会社だし、ここ中国、直接乗れるのは当然か。機内はこんな感じ。さっきと同じくモニターもなく、狭くもなく、広くもなく、テーブル出すとこんな感じ。今回は窓際でした。座席指定はチェックイン時にするようでしたので、お任せで当日でした。中国南方空港はフルサービスの飛行機なので、行きも1時間半でしたが、朝ごはんが出ました。今回も必ず出るんですが、機内食は激まずと噂なんです。朝もらったパンはほぼ食べず、味はごくごく普通でした。レストランのビーフンとラーメンの方がまずかった。今回のベトナム行き、計画立てたのがそんなに早くなかったので安いチケット取れたりはなかったんですが、行きはベトジェットエアでハノイ直行便、帰りは今回ので往復4万7000円でした。めちゃ安くもなく高くもなくって感じです。海外行くなら早く予定立てて安いタイミングで帰るといいんですけどね。いよいよ飛びますよ。中国南方航空、今回はモニターありませんが、機体によってはもちろんあります。まあ今時携帯でダウンロードできるので、そんなに問題ありませんがね。野外活動部は山と旅を行きやすく行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、食事が出てきました。フィッシュかビーフで、ビーフを選びました。じゃーん、ピンクでビールがもらえます。初めて見るビール、これは普通の缶ですね。では行きます。大泡が、はい、羽田空港到着しました。日本に帰ってきたよ。中国南方航空、ビールも出たし、飲食も別にまずくはありませんでした。中国南方空港、特に何も問題はありませんでした。では荷物を受け取り、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。次回は金曜20時鏡平山荘です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです、ここです、ここをポチッとお願いします。できましたか。ここです、ここです。来ていただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。